はい、ナオズです。今回紹介するのはレゴマインクラフトのゾンビの洞窟21141です。中には部品の袋が2つ、パーツ数は241個です。そして説明書が1冊入ってました。それでは早速組み立てていきます。はい、完成です。1人目はスティーブです。鉄のヘルメットをかぶってます。また手にはクッキーと鉄のツルハシを持ってます。2人目はゾンビです。特に防具も武器も持っていません。3人目はチビゾンビです。手足は動かないんですけど、頭は回すことができます。最後はコウモリです。顔はマイクラに出てくるものと同じなんですけど、形はちょっと違いますよね。これが飛んでる状態で、これが羽を閉じた状態です。そしてゾンビの洞窟です。上と下に草地があって、こっちには水場があります。真ん中が洞窟の入り口ですね。なので地下にある洞窟ではなくて、入り口が地上に出てる洞窟だと思います。横幅は19センチで、奥行きは14センチです。手前の草地には花や柵があります。この2つはこうやって付け替えることが可能です。また左側の水場には砂地があって、サトウキビが生えてます。洞窟の入り口はこっちと言いましたけど、この水場の横にある TNT を使えば、こっちに入り口を作ることができます。正面に出っ張りがありますよね。この出っ張りを強く押し込むと、TNT を使って壁を爆破するのを再現できます。これでこっち側にも入り口を作ることができました。洞窟の中はマイクラらしくマグマが流れてます。オレンジのクリアブロックを使ってて、それっぽいですね。で、洞窟の天井にさっきのコウモリがいます。ちゃんとこうやって上からぶら下がれるようになってるんですよね。このパーツの下のこの部分にコウモリがくっつくことができます。ただこのパーツを付けられるのがここだけなので、コウモリがぶら下がれるのもここだけです。これがちょっと残念ですね。で、この洞窟にはレッドストーンや金、石炭に、そしてこの中にダイヤの鉱石があります。これだけいろんな種類の鉱石があると嬉しいですよね。もちろん自分の好きなところにつけることができます。また上の草地にはかまどがあります。こっちは火がついてる状態のもので、ひっくり返せば
消えてる状態のかまどになります。草地の真ん中にはくぼみがあって、岩ブロックが2つ乗ってます。で、裏にはレバーがあるので、このレバーを引くとさっきの岩ブロックが下のマグマに落ちるようになってます。なので、寄ってきたゾンビをこうやってマグマに落としてもいいですね。ちなみに上の草地のこの部分にさっきの下の草地の柵をつけることも可能です。また正面にははしごと松明がついてます。このセットのパーツ数は全部で241個です。以上、レゴマインクラフトのゾンビの洞窟21141を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。